ベネツィア国際映画祭はイタリアのベネツィアで毎年8月末から9月初旬に開催される映画祭である。カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭と並ぶ世界三大映画祭の一つで世界最古の歴史を持つ映画祭である。出席者たちは船で会場に到着する最も歴史の古い国際美術展であるベネツヤアビエンナーレの第18回の際に 映画部門として開始された。国際映画祭としては最初とも言われる。初回の最優秀賞は観客の投票で決められた。1934年から1942年までは最高賞がムッソリーニ賞であった。第二次世界大戦のために1940年から1942年は参加作品が激減する。戦後も低迷していた中、 1950年代に多くの日本映画を世界に紹介した。1979年から1982年にカルロリッツァーニがディレクターを務めた間に現在のプログラム構成につながるプログラミングが行われ、再度脚光を浴びることとなった。長らくマーケット部門を持たず、商業よりも芸術の映画祭として続いてきたが、2002年にマーケットが設けられるなど、 商業映画の比重は次第に高まっている。2006年の映画祭は国際映画製作者連盟公認の国際映画祭のうち上映作品数で第41位、来場者数では第10位であった。映画批評家協会、クラブ、文化団体などが授与する独立賞。ありがとうございます。